こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。基本講座1では、職場の上司と自分の親を重ねてみるということもあるとお話ししましたね。つまり現在の状況に過去の体験が重なってしまうということです。今日はこのことについてもっと考えてみましょう。ということで、今日のテーマは悪い波動とは潜在意識のことです。あなたはなんとなく気分が悪いとか不安を感じる場所というのはありませんか？それは一体どういう理由でそう感じるのでしょうか？他の人は平気そうで何を怖がっているの？というかもしれません。でもあなたにとっては明らかにここはおかしいとか何か良くないことが起こりそうという感覚があるのでしょう。こういう時は潜在意識のあなたではなく、あなたの潜在意識の中の一人が怯えているのです。それはなぜかというと、その場所が過去に自分が嫌な思いをした場所に似ているからです。例えば自分がかつてとても辛い目にあったり怖い思いをした時の場所と似ているのです。そういう過去の思いが現在に重なってしまったのです。もちろんそれが7歳以降だと自分でも覚えているので理由がわかることもありますが、乳児期の思い出は認識できないため、なぜ自分がそんな不安を感じるのかがわかりません。こうして自分が感じている潜在意識からの感情を嫌な波動がするとか悪い予感がすると表現したりします。逆に言うと、その原因を記憶から探り出し、そのインナーチャイルドを助けて癒せば、その感覚は消えていきます。なんだという気持ちになって落ち着きますよ。ではそのやり方をお教えしましょう。これは第5回の潜在意識の自分を癒す、第12回の潜在意識の自分を励ますという方法を応用します。例えばあなたが暗い部屋に一人でいるとすごく不安になるということがあるとします。それはおそらく乳幼児期にそんな場所で何かを体験したのでしょう。それを想像してみましょう。こんな感じです。2歳の頃、夜中に目を覚ましたらお父さんもお母さんもそばにいなかったために泣き出したというような体験です。または人混みの中に一人でいると不安になるという人もいます。それは乳幼児期に迷子になってすごく不安になったのかもしれません。このように自分にとってしっくりくる体験を想像してみましょう。次に瞑想に入ります。目の前にその体験をした幼い自分をイメージします。これが今不安を感じているあなたのインナーチャイルドです。大人のあなたはその子に助けに来たよと言いましょう。もう大丈夫、怖かったね、でももう大丈夫、大人の自分が助けに来たからねと言います。その子があなたの方を向いてあなたを認めたら優しく抱きしめましょう。そして励まします。安心してね、もう大丈夫、あなたは弱くなんかないよ、大人の自分がいつでもついているからね。どうですか？その子はにっこりしましたか？にっこりしたら治りますので、何回か続けてくださいね。こういう不安を放っておくとその感情がたまりますから、その現象が引き寄せられます。ですからできるだけ早くネガティブな感情は治した方がいいですよ。もし自分でできないという人はフラクタル心理カウンセラーにご相談くださいね。